皆さんこんにちは。ウルバナラボ薬剤師の須磨川彩音です。今回から2回に分けて糖質制限ダイエットについてお話をしていこうと思います。最近は体を鍛えるとかそういったものが一種のブームになっています。糖質制限ダイエットを実際に取り入れてるっていう方ももしかしたらいらっしゃるんじゃないかなと思います。それくらい、ダイエットには糖質制限っていうのが、一般的になってきましたが、その一方で糖質を全く取らないと寿命に影響してくるとか、そういったリスクに関するデータっていうのも世界中でこう集まってきています。なので過度な制限っていうのは禁物になってくるんですけれども、まず今回はなぜ糖質の摂取で太るのかについて解説していきます。私たち現代人は、あまり意識をしないと糖質無制限の生活を送っています。朝昼晩の主食でご飯、パン、麺といったものを摂る、それからデザートやおやつにスイーツを摂ったり、普段から甘い飲み物をたくさん摂ってたりとか、リラックスタイムにお砂糖を入れたコーヒー、紅茶を飲んでいる。本当に日常的にこうした生活を送っている方って結構多いんじゃないかなと思います。なので多くの現代人が糖質無制限食の食生活を送っていると言えるかなと思うんですけれども、やっぱりね、これで運動しなければ太るっていうのはもう当たり前のことかなと思います。こうした食生活とか、それに加えてこう間食をしてたり、あとは甘いものの量が極端に多かったりとかですね、そういった生活をこう続けていると体内の血糖値っていうのが高い状態が続いてしまうので、必要なエネルギーとなる糖質以外は脂肪として蓄えられていきます。脂肪としてこうエネルギーを貯める仕組みっていうのは、実は人の歴史の中ですごくよくできた仕組みなんですね。でこの仕組みっていうのは、食生活が貧しくて食べるものが少なかった時代、人類をこう守っていくために必要なメカニズムだったわけなんですけど、現代のように食べ物が豊富で食べるものに困らない時代だと、逆にこう脂肪を蓄積しすぎてしまって体調不良を引き起こしたり、肌荒れを引き起こしたり、それから糖尿病などの生活習慣病のリスクを高めたりといった原因になってしまうことが多くなっています。私たちが1日に必要なカロリーの目安っていうのは、30歳から49歳の成人の方でいうと、男性が2700キロカロリー、女性が2050キロカロリーと言われています。これは厚労省の日本人の食事摂取基準2020のガイドラインから取ってきた数字になるんですけど、この1日の必要カロリーのうち、どのぐらいを糖質から摂取したらいいのかっていう目安って、現在日本では明確な基準っていうものがありません。ただ消費者庁のあるデータ、栄養素と表示基準値、これ2015のデータなんですけど、これによると1日あたりの炭水化物の目標摂取量は 320g と記されています。炭水化物って糖質と食物繊維を合わせたものになるんですけど、ほぼほぼ糖質とイコールと思っていただいていいかなと思います。炭水化物のカロリーは 1g あたり 4kcal になります。なのでカロリー計算を単純にしてみると、 320g×4 で 1280kcal となります。なのでだいたい1日のカロリー摂取量の中の 50% から 55% ぐらいを糖質で摂るっていうのが大体の目安になってくるかなと思います。ただやっぱり普段の生活の中で意識せずにこう生活していると、カロリーはそれほど多く摂っていなくても、カロリーの 60% 以上を糖質で摂ってしまっているっていうこともですね、少なくありません。本当に糖質って気づいたら意外と摂っているものになります。ご飯、パン、麺以外にも、例えばお芋類とかトウモロコシとか、こうしたものも炭水化物に含まれるので、知らず知らずのうちにですね、摂りすぎてしまっているっていう可能性があります。それが肥満とか体重増加の要因になってしまっていることもあります。ダイエットの基本というと、エネルギー水筒っていう考え方で、1日に摂取するカロリーよりも消費するカロリーの方が高くなれば痩せていくし、低くなれば太ってしまう。当たり前のことですけれども、摂取するカロリーと消費するカロリー
のバランスっていうのをしっかり見てあげるっていうのが大前提になります。なのでそれにプラスして全体のカロリーの中で糖質がどれぐらい取れているかを意識しながら食生活を送ってみていただきたいなと思います。ということで今回はなぜ糖質摂取で太るのかっていう話をちょっと解説してきたんですけど、次回は糖質制限の種類とかそういったお話をしていこうと思います。ウルバナラボでは美容や健康に関する情報をお届けしています。グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。